草原、モンゴルの草原を馬に乗って駆け巡る。遭難、山は天候が急に変わるので遭難する可能性もある。属する、ライオンは猫科に属している。そこ。 海の底には地球誕生時の環境が残されている。大化。生物は進化において不要なものを退化させる。代価経済成長の代わりに環境資源という代価を払った。大気。 地球の表面は大気に覆われている。大地乾いた大地にたくさんのサボテンが生えている。平らこの周辺は川底が比較的平らで流れも速くない。大陸はるか昔 日本列島はユーラシア大陸の一部だった。大漁異常気象により世界各地でバッタが大量発生している。滝森を抜けると目の前に大きな滝が現れた。助ける 彼は自分の命と引き換えに子供の命を助けた。漂う海に漂うプラスチックが海洋を汚染している。谷地殻変動で生まれた谷は数億年かけて完成した。ダム ダムの貯水機能を使った洪水対策を強化する方針だ。多様性。人間の行動で生物の多様性が急速に失われている。探索。珍しい花を求めて森の中を探索する。 断層、地震は断層が動くことによって発生する。地形、日本列島の地形は産地と丘陵が約7割を占める。地質、地質時代の区分は発見される化石による。地層、 肉眼による観察以外の地層分析方法が求められる。知能。イルカは地球で最も知能が高い生物の一つである。中央。この区は東京23区のほぼ中央に位置している。長工。 最新の観測装置を用いて局所的災害の兆候を捉える。頂上山の頂上には夏でも雪が残っている。調和大昔からの自然と調和した生活様式を守り続ける。地理 国民の日本地理への関心度は決して低くない。捕まえる。熊が魚を捕まえる瞬間をカメラで撮影した。土。湿った土の匂いがする風が通り抜けていった。津波。 極めて広範囲にどっと津波が押し寄せた。募る。被災した子供たちを救うために寄付金を募った。積もる。昨晩から降り続いた雪が皇帝一面に積もった。梅雨。梅雨の時期は カビが発生しやすく対策が必要だ。ツル。冬になると白鳥やツルが日本にやってくる。堤防。台風による堤防の決壊で莫大な損害が出た。適応。環境に適応するために 生物は形態を変化させた。天候。標高が高い場所では天候の急変に注意が必要だ。天敵。天敵から身を守るため高い木の上に逃げる。天然。 天然林と人工林の間には明確な差異が見られる。透明目の前には青く透明で美しい海が広がっていた。土砂崩れ土砂崩れが起きて道路の一部が通行止めになった。土砂降り ひどい土砂降りで傘はほとんど役に立たなかった。土壌樹木の定着や成長は土壌の状態にも影響される。乏しい日本は天然ガスなどのエネルギー資源が乏しい。トム 多様性に富み、豊かな自然に恵まれた地域だ。泥。多くの住宅や車が流され、泥に埋まってしまった。眺める。山頂から景色を眺めただけで、心が癒された。流れる。現在でも、 清らかな水が流れる小川が残っている。泣く。毎朝、鶏の鳴く声で目を覚ます。